こんにちは、浜中仁です。実は年末に、転倒しまして、で、ちょっと分かり、もうだいぶ目立たなくなったんですけど、眉間のところ、これメガネのこの柱の部分がクッと当たったんでしょうね。転倒してそのままゴーンと当たって、いっぱい血が出て、お酒を飲んできたので、なかなか止まらなくて、もう朝起きたら、なんか目やにがしてるなと思って、鏡を見ると、目のくぼみに血がいっぱい溜まって、それが乾いて、目を開けにくい状態だった。もう目のあたりか、血だらけだった。死ななくてよかったなと思ってます。まあ、そんなんで、なかなかですね、恥ずかしくて顔出しの動画ができなかったんですけども、だいぶですね、目立たなくなって落ち着いてきたので、今回はですね、実写版で、撮っております。今年ですね、えとは、ですね、うさぎ年ですね。まあ、うさぎというのは、こういう字を書きますけども、ですね。えとではですね、卵の点々のないやつでね、ぼうとですね。ぼうという字を使います。うですね。で、実感十二支。これは十二支の方ですが、実感の方は、今年は、ですね、間違ったな。23年やね。そう。23年ですから、ですね、3の年いうのは、ですね、実感の一番最後ですね、水の戸の年です。来年は、ですね、実家の一番最初、木の江の年になりますけども、ですね、水の戸の年ですね。ですから、まあ、実家十二支で言うと、水の戸、宇の年になりますね。あるいは希望の年ということでですね、明るい希望が開けるといいんですけども、まあ、それはちょっと、ですね、親父ギャグでした。ですね、うさぎ年ということで、うさぎですね、の話をしようと思ったんですけども、今私、おせちはあんまり食べてないんですが、ですね、ご飯食べすぎてお腹がいっぱいなんですね。それを中国語で言うと、肚子饱了。肚子饱了と言います。ね。トゥーズ。ね。これは、お腹、ということですね。ね。パオって、飽食の方ですね。膨れるというね。で、るっていうのは、そういう風に、な変化が起こったということで、まあ、厳密に訳すと、お腹がいっぱいになったと、ですね。そういう風に、いいですね。な意味になると思います。トゥーズ、パオラ。中国人にですね、招待されると、チュチュチュってね、チュディアチュディアって言って、食べ食べもっと食べもう少し食べって言ってですね、勧められるんですね。そんな時にもうお腹いっぱいになりましたという時に使うのが、トゥーズパオルなんですね。ちょっと発音が難しいところがありまして、何が難しいかと言いますと、ですね、日本語の、ですね、読み、発音の区別は、濁音と声音ですね、の、ですね、区別になっていますけども、ですね、中国語、あるいはアジアの言語ではですね、有機音か無機音かの区別で、ですね、をします。ですね。どういうことかというとですね、これ、す
べて無気音ですね。無気音というのはどういうことかというと、子音を発音する際に空気が出ないという言い方がありますが、そういうことよりもね、この子音と母音がありますね。このですね、子音を発音してから母音のを発音してからのですね、時間的差異がほとんどない場合が、無気音になります。中国語では、ブースンチーと言って、ですね、気を送らないというですね、ブースンチー、ですね、言いますが、あですね、ですね、息が出ないというよりは、あですね、このシーンですね、ドドの発音と、ウーの発音の、ですね、間がないということですね。これが、間があったらどうなるかというと、トゥーなんですね、トゥー、トゥーなんですね、トゥーズなんですね。で、バーオ、バーオというのも、これ、ブースンチ、無気音です。これが、あですね、パーオ、パーオと言ってね、子音を発音してから母音を発音する間にちょっと時間的差異がある場合ですね。息が出ます。これがスンチですね。プーがないやつですね。スンチ。スンチ。中国語ではこの部分ないんですけどね。トゥーズパオラとね、お腹がいっぱいになりましたというのをですね、これをですね、発音ですね、するのが間違ってですね、トゥーズパオラ、トゥーズパオラというふうにですね、言ってしまうとどうなるかというとですね、これがですね、ウサギが、ウサギが走った、まあ、逃げた、ね、という意味になってしまうんですね。それで、私は中国語の授業を大学で受けたときに、中国語の先生がですね、君らのね、お腹がいっぱい、トゥーズパオラって言ってですね、間違わずに言いなさいよと、ですね、中国人が、日本人がお腹がいっぱいになった時に、いつもウサギが逃げた、ウサギが逃げたって、なんでウサギが逃げたんやろうと言ってね、不思議がってると。ですね。それなんでかというと、ですね、プーソンチのところをスンチでですね、発音して、トゥーズパーラというふうに、ですね、トゥーズパーラお腹いっぱいじゃなくて、ウサギが逃げたってね、いうふうに、中国人には聞こえてしまうので、気をつけなさいということを、言われたことがあります。ですね。はい。ですから、皆さん、お腹がいっぱいになった時には、トゥーズパーラと、ね、そういうふうに発音しましょう。ね。ウサギの話だったのか何だったのかわかりませんが、ですね。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。